はい、兵庫院の表門でございます。兵庫院仮御所というふうになっておりまして、一時天皇様がここにお住まいになっておられたこともございます。そして門跡寺院で、ございます。総本山兵庫院門跡というふうに書かれております。かつて、修験道と合体いたしまして、ここに、熊野神社が勘定されてございましたが、それが前にも説明いたしました通り、東山通り丸田町北西の熊野神社のところに、移築されたということでございます。京都の熊野神社詣でのご褒美は川道屋養老のおそばでございます。私の大好きな蕎麦巻き、蕎麦を海苔で巻いてお寿司のようにして食べるものでございますが、これをいただこうと思っております。もう注文してあります。こんな感じでございますね。いかがでしょうか。はい、蕎麦巻きでございます。置いたのも出てきておりますが、これを今からいただきます。こういった風になっておりますね。その当時の美味しいお味でございます。